それでは実際の製作を通してガラスカットの練習をしていきたいと思います。最初はこの葉っぱの部分です。色は淡いグレーですね。型紙をガラスの上に配置するときに、最初に大きめのピースをこのように配置して、できた隙間に小さなピースをこう埋めるように配置していくといいでしょう。またピースとピースの間の隙間、これは捨て代になってしまいますけれども、そうですね、8ミリから10ミリぐらい取るときれいに切れるかと思います。このように型紙がガラスの上に並びました。直線上の部分がある型紙はこのガラスのへりの直線に一致させても結構です。次にマジックで毛がいていきます。今回ガラスが黒いので白いマーカーを使っていきたいと思います。この時水性ではなくて油性を使ってください。左手で型紙がずれないようにしっかり押さえて、そしてイメージとして型紙の縁も色がつくような感じ、ぴったりと型紙の縁にマーカーを当てて、この周囲の線をガラスに転写していきます。しっかり左手がずれないように押さえ、縁に沿ってマーカーを走らせます。絶対隙間ができないようにしてください。全ての毛が切り終わってます。また番号も振ってあります。次にこの大きな番からこの使う部分だけを粗切りしたいと思います。一部分この粗切りの時もですね、このピースの中を通ってピースのこの毛がきを通って切っていくと経済的ですね、無駄が少ないということです。もう自然に割れてしまいました。これで粗切りが終了ですね。それではさらに小さなピースに切り分けていきましょう。その前にですね、このカットの作業をしていると小さな破片、ガラスの破片がテーブルの上に散らばりますので、このような小さな卓上ほうきでまめに掃除してください。でないと手に刺さったりしますんでね。最初にこの7番8番を切っていきたいと思います。この毛がき線の内側にスコアを入れます。内側というのはこのピースにとって内側ということです。ここの線はこの7という数字の書いてある方に 0.1 ミリほど離してスコアを入れます。ガラスの縁まで最後までいってこれだと思います。プライヤーでまず切り分けておきましょう。次にこの線ですが、今度は数字の8に近い方が内側ですね。また切っています。音がして、これで折れなかったらやめにしておいてください。次の終点の方から今度は、プライを入れます。これで切れました。上手に切れるとですね、この余り白、この残った方に白いマジックが書かれていることが分かります。そして切り出したピースの方にはマジックの線はありませんね。これがきれいに切れた証です。最終的にこのガラスピースというのはこの型紙よりも一回りといいますかね、 0.1 ミリから 0. 数ミリ小さくなければいけません。大きすぎればもう考えてすぐ分かるかと思いますが、全部並べた時にサイズが膨らんでしまいます。必ず型紙より小さくするということを意識してください。そして最後にこのピースに関しては7番と8番という2つのピースに分けなければいけませんので、型紙の上に置いてどうでしょうか。下の線が葉脈の線ですね。これ透けて見えますでしょうか。この上からスコアを入れて最後仕上げとします。これで出来上がりですね。もう少し切り進めてみたいと思います。このガラスのこの丸くなったところ、縁ですね、これ耳って言いますけども、これ最初に落としておくと切りやすいです。次にどういうふうに切り分けると切りやすいかなっていうことで、こうパスですね、通過点を考えて、じゃあこう切って2つに分けましょうか。その時も無意味に線、ピースとピースの間を通るのではなくて、部分部分はピースをこのように、最終的な形状になるようにですね、スコアを入れてください。どん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 小さくしていきます。途中でこう離して位置を変えて続きからスコアを入れても OK です。はい、だんだん最終形状にこの5番6番に近づいてきましたね。こちらのスコアも入れちゃいましょう。はい、最後5番6番ですね、これですね、2つに分けて葉脈のところで分けて、出来上がりです。今2つのピースを切りましたけども、ここで重要なことをですねちょっと言っておかなければいけません。それはこのピースは型紙よりも必ず小さくならなければいけないということです。切ってる最中に、生徒さんなどの様子を見ていると感じるんですが、どうしてもこのスコアがマジックの上に乗ってしまう、あるいは華々しい時はマジックよりも外側に行ってしまうんですね。これは2つの理由が考えられます。1つはですね、しっかり見ていないということです。この、オイルカッターの車輪とマジックが、見えていない、老眼が進んでピントが合わないということもあるでしょう。あるいは車輪を見ているようで、実はこのオイルカッターにあるこの溝を見ている、それでずれてしまうということが1つの原因ですね。もう1つはですね、潜在的にガラスピースを大きくしとこうというのが働くかと思います。これは小さく切りすぎると取り返しがつかないけれども、大きく切っておけば後でルーターで削ればいいやという心理が働くからなんですね。ただ、私が申し上げたいのは、ルーターという作業は本当に付け足しです。やらなくてもいい作業ですので、ルーターの作業が短くなるようになるべく小さく切ってください。小さい分には、問題が起きませんね。最終的に何百何千という大きな規模の作品を作る時も、小さく作っておけば最後外がはみ出すということはありません。ですからよく見る、そして迷ったら小さめに切るということを心がけてください。